ハイイメチです。ハイイメチです。今回これですね。リンガーハット、ピリ辛、ちゃんぽん。ちゃんぽんやな。うん、辛さ2倍。2倍2倍やな。2倍2倍やな。具材の野菜は国産ですと。具材の野菜は国産ですってなってる。素材の写真はイメージだ。イメージかいな、これ。イメージかいな。うん、これエースコックから出てますね、これは。で、こちらの方はリンガーハットのピリ辛ちゃんぽん。総合60周年を迎えたリンガーハットグループ。長崎ちゃんぽん、ちゃんぽんで言ってしまうな。ちゃんぽん専門店。リンガーハットの人気メニュー、ピリ辛ちゃんぽんは、お好みでピリ辛味噌を追加オーダーして辛さをアレンジ可能ですと。当商品はお店のピリ辛ちゃんぽんの辛さ2倍相当をイメージした一杯ですと。あ、俺な、ピリ辛ちゃんぽんは頼んだことある。あるわ、リンガーハットで。え、俺はそうしんかった？ピリ辛味噌を追加オーダーとかしたことない。普通の、あの、何やった？ピリ辛ちゃんぽん食べたことある。美味しかった。で、こちらの方はカロリーの方が368キロカロリー。タンパク質が 8.0g。脂質が 11.7。炭水化物が 58.8。糖質が 56.6。食物繊維が 2.2。食塩相当量が 5.6 ってなってますね、これ。うん、ちょっと楽しみ、これ。たまにな、リンガーハット食べたくなるね、めちゃくちゃ。たまーに食べたくないな、これ。うん、ちょっと見てみよう。あ、これなんかクーポンある、これ。びっくりした、これ。ピリ辛店、店じゃない、味噌。1から、無料クーポン。店舗で使えるクーポン付きやで、これ。通常価格が30円無料ってことか。これ的に置いとった方がいいよな、これ。うん、ちょ、開けてみるわ。楽しみ。辛さ2倍2倍やで。2倍2倍やで。これ、中身が、これ入ってるわ、なんか。味噌ペースト。お召し上がりの直前に入れてくださいってなってる、これな。ほら、うわ、すげえ、ほら。野菜多いな。これピンクなん何これ。ピンクなん何これ。これちょっとな、楽しみ。これ野菜多いっていうのはな、やっぱな、健康志向でいいよな、これ。うん、カップ麺は食ってるからな、これ。で、これ、お湯は5分。5分待ちたいとも、5分長いな。5分待ちます。わてが待ちます。では、お湯入れて、待ってみます。はい、5分経ちましたね。多分5分経った。うん、では開ける。よいしょ。ほい。こんな感じ。これな、ちょっと汁少ないんかな。ちょっと混ぜよう。混ぜます。ドン。どうなんやろ？特製ペーストって今入れた方がいいんかな、これ。食べた後に入れた方がいいんかな。どうやろ？これ辛いやつな。ちょっと待って。特製ペースト。もうこれも入れたらいいか。入れる。これも全部入れたらいいな。あ、これ分けて入れた方がよかったかな。食べながらこう、ちょっとずつ追加の方がよかったかな。ちょっと悩んだ。ちょっと悩んだ。うん、ちょっと、あれ、みな、エースが通る、中丸通り。なあ、ほんま。食べるぞ。食べるぞ。食べるぞ。こんな感じ。ちょっと、赤いな。赤いな、これ。よっしゃ、いくで。こんなもんでいいか。うん。これ混ぜるのがいつも嫌い。毎回言うけどな。これ混ぜやすいよ。まだな、これ。もうこれいいか、ええ匂いしてきた。これ、俺ちょっと気になってるのかな、このピンク見えるかな、これピンク。これ何なのでハムかな、何やろ、これ。よいしょ、行こうかな。はい。では、いただきます。お疲れ様です。よいしょ。食べるで、ちょっとドキドキしてる。あ、まず、スープす。うん。あ、ピリッとしてる。ピリッとしてる。うん。な、メイクで。いきやす。あ、お前、ちゃんぽんのあのメインやわ。リンガーハートの。うん。まあ当たり前がちゃんぽんやな。うん。美味しい。
あ、これなぁ、もっと辛いんかな、もう、スープだけいったら辛いんかな、どうなんやろ、これ。あ、これ、ピリ辛味噌やねんな。なんかこれ、味噌って分かりづらい、これ。あ、味わって、やってなんか味噌っぽいな。あれ、リンガーハートでこれ、こんなんやったかな。なんかちょっと違うような気がしてきた。うん。麺は太め。あ、で、これ食ってみよう。これ何か不思議やってん、このピンクのやつ。ちょっと、箸難しいな。箸使いが難しい。よいしょ！これな。これな、ソーセージ？ピンクのやつはソーセージなのかな？何やろ？これ野菜。ピンクのソーセージやったんかな？メールデイ、メールデイ、ヘンメーグ、ピーってあったよな、あれ。ピーってあったよな、あれ。でもこれ、ハムやと思うねんけどな。うん。まあ、ええわ。まあ、そんなに味はないな。あ、うめえ。うめえ。うん。うん。なんか麺がボリューミー。で、野菜多いって言ってるけど、あれやね、やっぱ、野菜はちょっと少なくなるよな、思ったよりな。やっぱ店舗で食った方が多いよな。うん。まあ当たり前やけどな。うん。あ、だけどスープうまいわ。ちょっとピリッとしててな。うん、なんか、上品な辛さかな、これ。うん。うん。あ、美味しい。ちょっとお茶飲もう。このやっぱ程よい辛さがな、一番体にも良さそう。ほんま、いつも激辛ばっか食ってたからな。あ、優しい味。なんか優しいな。辛いけど優しい。ほんま。あ、スープ美味しい。スープ美味しい。なんか店舗で食った時の方がな、やっぱ具材がやっぱ多いよな、なんか。うん、で、麺もやっぱこういう麺やったよな。なんか覚えてる、リンガーハットって。あ、それは感動やわ。だから、これ食べたら店舗行きたくなるわ。店舗で、ほんまも食いたいやんか。で、しかも、この辛さが2倍とか、追加で的トッピング？トッピングでも知らんかった俺、ほんまに。うん。うん。まあ、これ食べたけど、まあ、正味なし、店舗行きたくなる。店舗で普通に食いたいなと思った。カップ麺じゃなくてな。はい。